県内ね、これだけマゴチ連れてたら堤防でも釣れるんじゃないかということで、ちょっとやっていきたいわけなんですが、よいしょ、どこにおるかわからんでな、マゴチだけはな。そうやな、前につけたロデン、
やられる。いやー、釣れない、釣れなかったね。難しいね、釣りって。今回はね、行ってきたんですけど、釣れなかった。もうちょっとね、やろうかなって思ったんですが、ちょっとね、雲行き怪しくなってきて、こうタックルがね、バチ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 言い始めたので、あ、もうこれ来るなと思って片付けて、車に戻りました。その瞬間にポツッ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 と雨が降ってきて、ザーですよ。で、ゴロ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 って、なんかすっごい雷様の機嫌が悪くて、はい、早く上がってきてよかったなと思いました。今回ね、まあ、マゴチ釣りを、やってきたんですが、そのことにもちょっと関係はあるかな。ウェーディングに潜む危険、これをやっていきたいと思います。まあ、軽くなんですけどね、やっていきたいと思います。こう釣りに行くじゃないですか。で、釣りに行った時に、釣りを始めた方、要するにもう、長年釣りをやられて、ウェーディングをされている方なんかだと、もう分かっている方が多いので、なんというかな、大丈夫なんですけど、中にはね、やっぱり釣りを始めて、まだね、やったことがない、やってみよう、これからやってみようっていう方もいられるかもわからないのでね、季節が季節なんで、やっぱ海に入っていかれる方多いんですよね。はい、それをちょっとやっていきたいと思います。ウェーディングで、釣りをすると、やっぱそれなりにメリットはあると思うんですよ。っていうのは、やっぱり、届かないところ、岸の、例えば堤防とかから届かないところとかでも、水に入っていくわけですから、届いてしまったりとか、あるいは、サーフとかで実感すると思うんですけど、やっぱり奥へ入ってきれる分、その分有利なんですよね。うん、沖の魚を釣ってこれるっていうね、メリットがあるんですが、これをね、ああやってやったら釣れるんだと思って、真似して何の知識もない方が、そうやってやると、ひどい目に遭うので、やっぱそれなりのね、知識は必要かなと思います。なので、初めてウェディングなんかするときっていうのは、もしね、釣りをやられている方、知り合いの方がいるのであれば、聞いて十分に意識をつけた上でやっていかないと、すごく危険なことなのでね、やっぱそれなりにね、釣れるにはリスクがあるので、そのリスクの方をちょっと今日はお話ししようかなと思うんですけど、まず、簡単にお話しすると、まずね、一つ目ね、ウェーディングで入っていく時の注意点なんですけど、サーフとかだとそこまで影響はないかなっていう時があるんですけど、ま、でも油断したらダメですよ。河川であったりとか、あるいは、まあ、淡水ですよね。淡水とかでもやるときなんかでも、琵琶湖とかでもそうなんですけど、こう、横見てるじゃないですか。横見てたら、あの人あそこまで使ってるんだったら、あそこまで行けるんだ。と、自分もその人と同じぐらいまでズカ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 入ってかれる方がいるんですけど、それ、注意してくださいね。自分が歩いているところと人がやっているところでは水深が違うかもしれないので、要するにブレイクラインに気をつけようっていうことですね。はい。ブレイクラインって結構見えないんですよ。なので、ウェーディングやるときって、こう、もうベテランさんとかね、釣り慣れてる方だと、こう、ピッケルみたいな、こう、ついきながら行ったりとか、あるいは、こう、すり足で行くんですよね、こう。そんなに浅いところでも一応すり足ではこう行くんですよ。じゃないと、どこに何があるかわからない。こうズカ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 入っていくと、急に1メーター先なんかは、こうクックッとね、深くなっていたら、ズボーッとはまってしまいますよね。そうすると何が起こるかって言ったら、ウェーダーなんかを着ているわけだから、水が入ってきますよね、胸元からザーッと。そうすると溺れます。気をつけましょう。あとね、こけたりとかね、すると、本当にもう動けないので、身動きが取れないのでね。はい。気をつけましょう。次なんですけど、エイに、この季節は気をつけましょう。今の季節って、まあまあ、暑いじゃないですか。なので、泳いでいる方もたくさんいるんですけど、例えばね、やっている浅場なんかに、こんなとこ大丈夫だっていうところに、結構赤エイっているんですよ。でね、このくらいのチビエイとかね、いっぱいいるんですよ。これね、目に見えてないだけで、まあいる。僕も気になったので、昔ね、知り合いの方の船行って、スキューバダイビングで潜った時に、サーフなんですけどね、エイものすごかったんですよ。もうね、僕らが想像している
倍いた。びっくりした僕。で、そのマゴチもいたんですけど、マゴチがいるじゃないですか。マゴチが固まっているところに、もうエイの集団来たら、マゴチブワーって沖に逃げていって、まあ、とにかくエイがすごかった。なので、それなりのリスクもあるっていうことは、頭に入れておかないといけないかなと思います。エイガードをつけたりとかしてね、エイディングするときは、細心の注意をしていかないと、本当に、こんくらいのね、ちっちゃいエイでも刺されると、パンパンに腫れるんですよ。よくサーファーさんとかがエイに刺されたとかっていう、こと聞いたことあると思うんですけど、やっぱね、エイに刺されると、パンパンに足とかも腫れたりとかして、手術される方も多いんですよ。そのくらい危険なんですよ。なので、ウェディング初心者さんはね、まあ、初めの時は、自分でなんとなくこんなんだろうっていうのではなくて、例えば、知り合いの方に聞いて、ベテランさんと一緒に調校していくといいと思います。で、決してね、浅いから大丈夫だろう。あの人があんなとこまで行ってんだったら、じゃあ自分も入ってって大丈夫だろうとかね、そういった甘い考えで言うと危険なことなので、ご注意ください。今回は軽くなんですけど、お話しさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。マゴチまたリベンジ行って。